この分野、興味ある。先端テクノロジーを操るなんて、自分にはできないと思ってる。あれこれ悩むより、自分の好奇心、信じてみない？デジタルビジネスデザインコースでは、データサイエンス、AI、IoT、AR、VR、メディアコミュニケーションテクノロジーなどの先端的デジタル分野を横断して学びます。技術者を育成するのではなく、これらを使って何ができるのかを理解し、ビジネスに活用できる人材を育てます。新型コロナウイルスにより社会が大きく変化する中、世界を支え、ニューノーマルを切り開くのはデジタルテクノロジーです。仕事も学業も情報通信技術の活用で継続させることができ、人の集中度合いも位置情報システムの活用により把握することができました。音楽ライブも配信システムテクノロジーを使って開催することができます。ここから先、デジタルトランスフォーメーションが加速度的に発展していく中で、日本には先端的デジタル分野を横断的に理解し統合して新たな価値やビジネスを創造するプロデューサーが決定的に不足しています。この分野を切り開くのに文系理系は関係ありません。先進デジタル分野を熟知した教授陣とビジネス経験豊富な教授陣の下で学び、デジタルテクノロジーを活用して新たなビジネスをデザインしてみませんか？文系、理系、関係ない。自分の好奇心に素直になれ。デジタルビジネスデザインコース。